研究開発学校は幼児、児童、生徒に特徴のある新しい教育的取り組みを文部科学省より指定を受けて試験的に行い研究する学校である。研究課題は一つまたは複数の領域、教科の教育、地域の実態に合わせた教育のあり方など様々である。研究の内容に応じて予算も特別に含まれる。研究開発校は 校長を頂点とする教職員の組織次第で、その命運のべてが決まるとも言われる。校長の責務は大きく、非常に高度な栽培が期待される。また、学校は、住民の願いや、地域の需要によって設置されるので、地域の声を十分に配慮する必要があるが、研究開発については、多くの意見を十分に任務した上で、教育的な観点から取り組みを進めるべきとされる。 これは研究開発がその学校だけでの新しい取り組みであるだけではなく今後の日本全国の教育を考える上での参考にされるからである。京都府京都市においてはドーナツ化現象で減少した子どもの数を一定の学級数を確保して集団として活動しやすくするためにそれまでの学校を統合しすべての学校が研究開発の機能を持つように再編成された。 校舎は様々な形のオープンスペースを保有し、壁を取り外しできる構造になっている。また、校舎は明るく、廊下は広く、非常に快適な最新の設備も完備されている。新しい取り組みは徐々に地域住民に理解されつつあり、新しい転入者も増加し、ドーナツ化を防いでいる。学校によっては1学年あたりに学級で開始した。 ところもあるが、すべて三学級になりつつある。ありがとうございます。